日本神奈川県横浜市中区山都町山都町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は山都町1丁目及び山都町2丁目で住居表示未実施。郵便番号は2310846。面積は0.069平方キロメートル。中区の中部に位置し、北東南西に細長い町域を持つ。東から南にかけて縦の西は、 詐欺山と竹の丸、北は麦田町に接する。本木通りに接する北側1丁目、JR 根岸線山手駅のある南側が2丁目となる。本木通りから山手駅への約600メートルの南行き一方通行の直線道路とその東側に北行き一方通行のカーブが続く道が並行し、直線道路には商店街が形成されている。 商店街北寄りの銭湯、稲荷湯では天然温泉を使用している。商店街では2000年代前半より焼き鳥屋が増えている。横浜山という便局は北行き一方通行道路沿いにある。交通機関は山手駅、本木通りの山都町バス停のほか、山手駅前から港の見える丘公園経由桜木町駅行きと本木循環の 市営バスが運行されており、大和町一丁目と大和町二丁目のバス停が設置されている。古くは倉木郡根岸村の一部で1901年に横浜市に編入。1912年に本目通りに横浜市電が開通した際に、口術の大和屋シャツ店の屋号を取って手流除名が大和町と名付けられた。これが町名の由来となる。 1928年に山和町が横浜市中区根岸町あざ、縦の、詐欺山、竹の丸の各一部から新設された。1933年に根岸町の一部を編入。1964年に国鉄根岸線が開通し、町の南部に山手駅が開設された。1865年に、 川沿いの水田だったところを幕府が借り上げ、イギリス軍に射撃訓練場として対応した。この射撃場は1871年頃より日本軍や他国の軍隊も使用するようになり、陸上競技場やスケートリンクも併設された。1887年頃には日本国の所有となり、その後は県が管理となった。1876年に 関内の弁天通に日本初のワイシャツ専門店、山戸屋シャツ店を創業した石川聖英門は1910年9月には射撃場跡地の払い下げを受け工場や自らの住まい、従業員の住宅などを建て一帯を開発した。1923年の関東大震災では軽微な被害にとどまったものの1945年5月29日の横浜大空襲では 大和町の工場、住宅や弁天通りの本店は怪人に返した。正門の長男で後継者の正七は大和町の土地を売却した資金で東京の京橋で再興を果たした。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。